4ストロークエンジン吸入圧縮燃焼、膨張排気4ストローク期間の、シリンダー周辺構造 C クランクシャフト E、排気カムシャフト I、吸気カムシャフト P ピストイン R、コネクティングロッド S 点火プラグ V バルブ赤、排気用、青、吸気用。W、冷却水ジャケット灰色部分は、シリンダーブロックガソリンエンジンは、ガソリン機関ともいい。 燃料であるガソリンと空気の混合技を圧縮した後、点火、燃焼、膨張させるという工程を繰り返し、運動エネルギーを出力する内燃機関である。ガソリンを燃焼させる外燃機関もあるため、より厳密にガソリンを使って火花により点火するエンジンを表現したいときは、ガソリン火花点火式内燃機関と呼ぶ。火花放電により点火することから火花、 点火内燃機関や火花点火エンジンと書かれることもあるが、火花点火は燃料ガスなどによるエンジンも同様であるため、より幅広い意味合いになる。模型用ガソリンエンジンの一部及びマグネットを開発以前のガソリンエンジン開発初期にはグロープラグ転加によるガソリングローエンジンもある。ほとんどはピストンを往復運動させてコンロッドとクランクシャフトで 回転軸に出力するレシプロエンジンであり、工程数によりさらに分類される。吸気、圧縮、膨張、排気の4つの工程を取る4ストローク期間に主に使われるサイクルはオットーサイクルである。燃焼は混合技の体積が最小になる上支点付近の短時間に一気に行われるため、溶石がほぼ一定で燃焼する。 このため定積燃焼サイクル、または開発者の名前からオットーサイクルと呼ばれる。かつてマツダがスーパーチャージャー付きミラーサイクル機関を実用化した。トヨタのハイブリッドカーであるプリウスのエンジンはアトキンソンサイクル機関と称しているが、そのうちのミラーサイクル機関である。吸気と圧縮、膨張と排気の2つの工程を取る2ストローク機関はクラークサイクルである。 ごく少数ではあるが、6つの工程を経る6、ストローク期間も存在する。他に、往復運動を伴わない、ロータリーエンジンも実用化されている。気筒あたりの工程容積が6 0 0トル程度を超えると、熱効率が悪くなるので、大出力エンジンは多気筒でなければならない。ディーゼルエンジンよりも、高速回転が可能で、排気量あたりの出力が大きく、 振動や騒音が小さく静かであり、消失力に適している。乗用車を、はじめ小型商用車、自動二輪車などに広く利用される。かつては、航空機用に千馬力以上の多気筒エンジンが用いられたこともあったが、第二次世界大戦後ジェットエンジンの普及により姿を消し、今日では、小型のものが、軽飛行機などに用いられるにどまる。また、 寒冷地には、ディーゼルエンジンよりも適しているため、該当地域で運用される軍用車には、優先的に用いられていた。意として、圧縮着火を起こさせる一部のエンジンを例外として、圧縮中に霧状、気化ガソリンが、自己着火し、ノッキングを起こすと、不完全燃焼やエンジンが傷むなど不都合なので、同排気量。 同燃料消費量から出力を向上させるべく圧縮費を上げるには自己着火しがたいイコールオクタン価が高いガソリンを使用することが必要となるそのためかつては4アルキル鉛など有機、鉛化合物が添加されていたが環境安全性の観点から航空機用などを除いてほとんどの国で禁止され代わりのアンチノック材が添加されるようになった排気ガスには 有毒な成分が多く含まれているが、制御と後処理で、容易、安価に削減でき、排気ガス有毒成分規制開始直後には、各種の方式が試されたが、その後三元触媒方式に修練した。前述の4アルキル鉛など有機鉛化合物は、この触媒の機能を損なうので禁止された事情もある。4ストローク機関の主要部分は、以下の、 各部品で構成される。燃料が燃焼する際の熱を100%とした場合、その熱がどのように使われるかを示す言葉に熱感情というものがある。以下は、カルノーサイクルに従うガソリンエンジンの熱感情の一例である。実際には、エンジンの性能差や動作環境によりこの割合は異なる。すなわち、燃焼時のエネルギーの2割から3割程度しか仕事は、 取り出せない。これは、エンジン内のみの感情であるため、実際には、他の機構を伝達する際、さらに伝達時の損失が起こるが、排気からタービン等により、エネルギーをさらに取り出す場合もある。桜木通る。小気投下の流れインターナショナルエンジンオフザイヤー2011。コラム。住所はビーム自動車総合研究所。 2014年12月28日閲覧。萩原義彦監修。ハンディブック機械改定2班ウム者2007年3月20日。P449。ありがとうございます。